いい加減にしろ自民党。いつまで創価学会のご機嫌を取っているの？閣議決定案に集団案と明記せず、政府、自民党方針、公明へ配慮。政府、自民党は23日、集団的自衛権の行使容認に向けた閣議決定案に、国連が侵略国などへの制裁として対応する、集団安全保障の明記を見送る方針を固めた。自民党が記述を提起したが、公明党の反発を踏まえ取り下げる。ただ、自民党は従来の自衛権発動の3要件を、閣議決定では、武力行使の3要件と解消するよう主張している。解消により、機雷掃海活動など集団安保に基づく武力行使に自衛隊が参加できる解釈の余地を残す狙いとみられる。政府は24日の与党協議に閣議決定原案の修正案を提示する見通しだ。自民、公明両党は7月1日か4日の閣議決定を睨み調整を加速させている。防衛局主催のエセ保守の皆さん、あなた方は創価学会って敵じゃなかったの？自民党って売国土政党だよ。